俺の名前はゆうや。高校で野球部に所属している。ある日突然俺の野球の才能が開花したと思った。だけどなんだかすぐに下手になったり上手くなったりを繰り返してちょっとおかしい。そこで俺はせっかくの才能を無駄にしないようにさらに練習に本気で取り組もうとした。その時ある日手に入れて使っていたグローブが急に話しかけてきた。グラブの話によると、俺が才能だと思っていたのはゲームで引いた選手の能力を使える能力だったようだ。とりあえず俺は野球ゲームを再びインストールしてたまに使っていた。そしてとある日、真夏なのになぜか急に寒気を感じ、俺は急に倒れてしまった。一体なんでなんだ。はあ、お、ゆうやも体大丈夫なのか。ああ、まあ多少だるさは残ってるけど、まあ大丈夫だ。筋肉痛みたいなもんかな。そうか。まあ病み上がりだし無理すんなよ。ああ、心配かけてごめんな。俺はこの前の試合からなんと丸3日間も寝てしまっていたらしい。今日ほんと寒いな。おい、ゆうや、大丈夫か？起きてから病院へ行ったりしたけど、全身の筋肉痛くらいで特に異常はなかった。なんだかんだ学校に来るのも1週間ぶり。なんでこんなことになったのやら。それにしても最近の家マジですごいよな。急に150キロ投げたり。急にホームラン級の当たり連発したり。マジでどうなってんの。マサには話してみるかな。いやでも変なやつだと思われるかな。まあ行ってみるか。実はさ、なんかこのグラブのせいみたい。はあ？どういうこと？なんかさ、この前このグラブが話しかけてきて。おい、お前。グラブが喋った。で、この前教えてくれたゲーム、プロスティックで、なんか引いたガチャの選手の能力が使えるようになってるみたい。まあ、ちょっとよくわかんないんだけどさ。なるほど。お、信じてくれたか。だからさ、急に倒れたのも多分こいつのせいだと思うんだよね。そっか。とりあえず帰って寝てた方がいいぞ。ちょっと疲れてるんじゃないか。やっぱりダメか。まあ普通そうだよな。どうしよっかな。また急に倒れたりするのは嫌だし、また前のグラブに戻そうかな。おいおい、それは困るぜ。せっかく今のお前じゃ到底無理な能力を与えてやってるのに、もっと使っていけよ。うっ、急に喋り出した。喋れるなら話しかけた時に反応しろよ。まあこっちにも理由があるんだよ。はあ、お前そればっかだな。この前みたいに倒れたら嫌だし、どうせあれもお前のせいだろ。いやいや、そ
ことないって。あれは急に倒れただろ。ああ、そうなんか。いまいち信用にならねえんだよな。まあとりあえずそろそろガチャ回せて。それしないと能力出せないんだから。ああ、まあ明日はなんもないし、ただの練習だから。まあいざという時に貯めとくよ。そんなに毎回毎回ガチャ引けないしな。まあそれもそうだな。なんかこいつ隠してるな。じゃあ今日も落とさないようにしっかりな。俺は A チームと行き来するから、あとは小川コーチの指示を聞いてしっかり頼むぞ。じゃあ小川コーチ、よろしくお願いします。はい。今日は B チームの練習試合。俺は結局 A チームと B チームを行ったり来たりしている。ちなみに昨日はガチャを引いていないし、きっと活躍はできないだろうな。行くぞ。お、ピッチャー交代か。え？あいつ、俺と同じグラブだ。あ、でも、あのしょっぽい球。非常にいい試合でした。レイ、すいません、ちょっといいですか。俺が。あ、そうです。グラブってどうしたんですか。実は俺も一緒のやつ持ってるんです。どうしたって、買ったに決まってるじゃないですか。あいつは俺の最高の相棒ですよ。え、そうなんですか。ええ、あいつを手に入れてからよりレベルが上がった気がする。今は調子が悪くて B にいますけど、またすぐに戻って、いや、まあいいや。じゃあ、ちょっと、あの人きっと俺と同じ現象だ。あいつやばいだろ。あ、いえ、まあ、そんなことはないと思いますけど。あんなのでもこの前までこのチームのエースだったんだぜ。え、あの球でですか。いやいや、この前までめちゃめちゃ速かったし、キレのいい変化球も投げてたけど、急に髪も白髪になって体もダメになってしまったんで、あいつはグラブに取りつかれてるよ。え、そうなんですか。後ろで聞いてたけど、同じグラブ持ってんだろ。あんたも気をつけた方がいいぜ。じゃあな。おい、お前は俺に隠してることあるだろ。都合の悪い時は話さねえのか。ああ、じゃあいいよ別に。そしたら俺にも考えあるからな。